こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は先日24日アメリカで講演されたムン・ジェイン大統領の発言、もうご存知の方もいるかもしれませんが意味不明すぎて話題になっていますのでご紹介させていただきます。最後までご覧いただけたら嬉しいです。ニュースの詳細、ムン・ジェイン大統領は24日国連総会の一般討論演説で北朝鮮との軍事境界線がある非武装地帯 DMZ を国際平和地帯に変える構想を打ち出し、北朝鮮と共同で国連教育科学文化機関ユネスコ世界遺産への登録を目指す考えを訴えた。ムン氏は70年の軍事的対決が残る悲劇的空間だが、逆説的に人が踏み込まない自然生態系の宝庫に変貌したと DMZ の価値を強調。 DMZ 内に国連機関などを誘致し、平和研究や軍縮のセンターになれば名実ともに国際的な平和地帯となると力説した。警告は北朝鮮の安全を保障し、北朝鮮も警告の安全を保障することを望むと述べ、南北共同の平和経済は朝鮮半島の平和を強固にし、東アジアと世界経済の発展に寄与するとも主張。 DMZ の平和地帯化が北朝鮮の安全を制度的にも現実的にも保障することになると強調した。ただ北朝鮮が望む安全の保障はあくまで米国の核や軍事的脅威からの脱却であり、北朝鮮が再び対座しないとあからさまに警告との対話を拒否する現状では、ムン氏の構想に北朝鮮が共鳴する可能性は低い。ムン氏は東アジア各国が植民地支配を経て経済発展を遂げたとし、過去への真摯な政策の上に自由で公正な貿易の価値を守って協力するとき、さらに発展できると指摘した。自由で公正な貿易は日本政府による韓国向け輸出管理厳格化を批判する際に持ち出す言い回しで、直接非難は避けつつ日本に警告したと見られている。記事は以上です。ムン・ジェイン大統領の発言をまとめてみますと、 DMZ は貴重な自然が残る環境、保護が必要、世界遺産登録したいが38万個の地雷が眠ってる、国際平和地帯にすれば南北統一するかも、ということでしょうか。言ってることがお花畑すぎて驚きです。地雷も自分たちで撒いたんだけど、撤去は費用かかるし自分たちでやると15年かかるからみんなでやろうよみたいな感じでしょうか。皆さんどうお考えですか。ぜひコメントもお待ちしております。今日は以上です。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。またね。